私、力を貸してくれ。
無理は禁物だ。なんとかなったね。さっきのイーター、この記憶を取り込もうとしてたんだね。完全に飲み込まれる前に助け出せてよかったよ。さあ、またすぐ別のイーターが来るかもしれない。すぐにエリカとコンタクトを取ろう。エリカ、エリカ、聞こえる？ここはイーター？君、言葉が。何を探しているの？無事とは言えないみたい。私を取り込んだイーターが苦しんで暴れてる。デジタルワールドに行こうとしているみたい。デジタルワールドに？どうして？どうしよう。私のせいだ。私の精神データのせいでこの子は影響されてしまった。私が。落ち着いてエリカ、私たちが助けに行くよ。今どこにいるの？わからない。でもイーターはきっとエデンとデジタルワールドの接続部にガラクタ広場に向かうと思う。あそこしかマザーイーターへの道はないから。でもこんな容量のデータ帯が通れるわけない。通信切れちゃった。イーターが集まってデジタルウェーブが乱れてるんだ。エリカはイーターが暴れてるって言ってた。自分のせいだって。なんでそんなことを？エリカの記憶が？それなら、もう少し具体的に話してよ。そうしたら、信じる気になるかもしれないし。いいですよ。どこから話しますか？それじゃあね。リンクの浜辺ってのは、どんなところなの？リンクの浜辺にはですね、展示の海からいろんな漂流物が流れ着くんでしょ。見たこともない箱や建物まで流れてくることもあるんですよ。浜辺の近くには
たくさんのビルが生えた渓谷に続く森があって、その森の中には、ああ、その顔はまだ全然信じてないでしょ。もう頑張って説明してるのに。だって聞けば聞くほど信じられないんだもん。でも、もしそんなところが本当にあるなら、私も行ってみたいな。なんてね、冗談。行きまちょ。え？エリカも一緒にデジタルワールドへ行きまちょ。まだよくわからないですが、ウーディエってハッカーチームなんですよね。デジタルワールドに凄腕のハッカーチームが行けばきっと無敵でしょ。そんな、どこにあるかもわからないようなところに行こうよって言われてもね。そりゃまだ帰り方はわかりませんが、でもそのうちきっと見つかりましょう。だってデジタルワールドは本当にあるんですから。そうだね。もし本当に見つかったら、それもいいかも。はいでしゅ。そしたら、あたちが向こうを案内してあげましゅ。その代わり、怖いデジモンが出たら、あたちのこと守ってくださいね。それが一番の目的でしょ。まったくもう。もしそれが本当になったら、楽しいだろうな、とても。誰も知らない世界で、知らないものを見て、知らない人に出会って、当たり前のことすら難しい私が、遠い世界を、デジタルワールドを冒険できたら、行きたい、デジタルワールドに。でも、行けるわけない。言えるわけがない。お兄ちゃんをあんなに苦しめてきた私に、そんなことを言う資格はない。冒険に行きたいなんて、もっといろんなものを見たいなんて、絶対に言っちゃいけないんだ。イーターはエリカのこの記憶に影響されたんだね。エリカが心の底でデジタルワールドへ、どこか遠くへ行きたいと思っていたから、だから